空母いぶきは名作だわ。西島秀俊さんも素敵。さすが、アカデミー賞俳優だけのことはあるわね。ああ、正確に言うと、第24回アカデミー賞を受賞したのは、国際長編映画賞で、濱口竜介監督だな。まあ、日本アカデミー賞の主演男優賞は受賞してるけど。細かいことはいいのよ。この映画での敵役は、東亜連邦で出てくる敵空母は、グルシャって言うんだが、もちろんモデルは C 国、空母は3等なんだぜ。まあ、C 国って言うと差し障りがあったのね。別に配慮する必然性はなかったと思うぜ。原作漫画は C 国ってはっきり書いてあるし。今回は、そんな C 国の空母建造計画を中心に解説していくぜ。ゆっくりしていってね。現在、2隻の空母、遼寧、3等、近い将来に003型を運用する予定の C 国海軍だが、最終的には6から10隻運用し、米海軍と同程度まで増強する計画なんだぜ。それは野心的ね。米海軍は11隻の正規空母を運用しているから、C 国がその規模まで膨れ上がれば、世界一の座を譲りかねないんだぜ。驚異的なスピードで艦艇を供給し続ける C 国造船企業群があるしな。続々と作ってるわね。さて、実は C 国は随分昔から空母建造計画を持っており、着実に成果を上げてるとも言えるんだぜ。ん？どういうこと？1982年、海軍司令官の有華生が中国海軍の近代化計画を発表してるんだが、2010-2020年第二列島船内部の制海権を確保し、航空母艦建造。2020-2040年アメリカ海軍による太平洋、インド洋の独占的支配を阻止。2040年、アメリカ海軍と対等な海軍建設。つまり40年前から着々と進めてるっていうわけだぜ。予言っていうか計画通りなのね。中国の空母保有計画は大まかに3度立案されていたんだぜ。707皇帝っていう1970年に立案された計画では、日本人から空母大砲とかの資料提供を受けて流体試験モデルまで作ったが、頓挫したんだ。え、そんなことがあったんだ。891皇帝という1981年の計画では、オーストラリアから配管された空母メルボルンを購入、解体して研究し、5万トン級空母を作ろうとしたが、これも頓挫したんだぜ。知らなかったわ。048皇帝というのが2004年の計画で今に至るんだが、ウクライナから購入したバヤーブを再生、それから国産空母建造、2030年に空母5隻を配備。最終目標は2049年に10隻の空母保有だから、ある意味048皇帝は概ね順調なんだぜ。そんなに計画があって、めげずに建造を続けたんだね。ああ、一部ネットではウクライナを騙して中古空母を買ったくらいだから大したことないとか言われているが、実は C 国は過去、4隻も購入しているんだぜ。さっき言ったメルボルン、ロシアからキエフとミンスク、ウクライナからバヤーグだぜ。そんなにいっぱい買って研究したんだ。ああ、入手方法はそれぞれかなりいかがわしいがな。ホテルにするって言ったり、渓谷から転売を受けて公園にしたり、海上カジノにするって言ったりして購入したんだぜ。うわぁ、随分卑怯なやり方じゃない。いや、購入できたんだからある意味立派だぜ。中国情報機関と民間会社が巧妙に組んで計画したんだ。C 国にとって実行部隊は国家英雄ものだぜ。そういう見方はできるけど、ちょっとね。C 国初の空母となった遼寧だが、そういう意味では数奇な運命の船なんだぜ。1998年に未完成だった空母バヤーグを、4年の歳月をかけ、2002年ようやく大連航に持ってきた。なんで4年もかかったの？トルコのダーダルネス海峡は、空母の海峡通過を禁じたモントルー条約があるから、本当は通過 NG なんだぜ。C 国は国家ぐるみでトルコを懐柔したんだが、それに時間がかかった。その時に止めてほしかったわ。大連航で数年間経由、各種空母の研究や船体構造の調査が行われ、船体が運用に十分耐えられる構造と強度を保っているとの判断が下り、建造が再開されたのが2005年。そこでも3年かかったのね。2011年7月に中国国防省は空母建造中であることを対外発表し、収益後の初出航は2012年10月となった。実に購入から14年だぜ。しぶとく時間をかけたのね。2018年8月より5ヶ月に及ぶ近代化改装が実施されたんだぜ。今後20年は収益可能となったと言われている。配管空母を買ったとか揶揄されているが、実に周到な計画があったことを忘れてはいけないんだぜ。
そうね、何十年もかけて計画されたものなんだね。ああ、C 国内の艦船建造ドックだって急ピッチに建設されているぜ。中国船舶集団、大連船舶重工集団、江南造船、湖東中華造船といった企業が空母建造できると言われているぜ。そんなにあるんだ。電磁式カタパルトを装備する空母003型を建造する江南造船は最近、大規模な造船所拡張プロジェクトを開始。近代的な複合造船施設を3年間で建設する予定だそうだ。うわぁ、お金持ちね。昨年末に最大3万2000トンまでの重量物を運搬可能で、高さ30メートル以上の巨大クレーンを備えた自走式浮きドックも完成させたな。いろいろ作ってるわね。施設が本格稼働すれば、中国海軍が要求する艦艇建造需要に応えることができ、間違いなく C 国空母の発展に寄与するだろうぜ。バカにしてる場合じゃないんだぜ。そうね、やっぱり C 国は怖いね。まあ、次々と完成する艦艇に供給する乗組員の要請が追いついていない側面はあるんだぜ。コロナ禍でも中国海軍が例年以上の訓練を強行したのは乗組員の要請プログラムを加速させるつもりじゃないかな。連動が簡単に上がらないことを祈るわ。元国防長官のマーク・エスパー氏は中国海軍に対抗するため2045年までに米海軍を500隻体制、半分は無人艦艇に拡張するバトルフォース2045を昨年発表した。ほうほう。現状の国防予算水準では達成不可能だぜ。しかも500隻体制をぶち上げたマーク・エスパー氏は計画発表後に国防長官を解任されたな。バイデン大統領は軍事的優位性の確保を約束しているものの、任期中は米国の国防予算が削減基調に転じる可能性もあるんだぜ。結構、他国に軍事費アップを要請してるね。ああ、今回も日本に要請してるな。それはともかく、C 国は2025年までに海軍の希望400隻以上、現時点で約360隻に拡張することを目指しているため、C 国海軍の方が先に500隻体制に到達するかもしれないな。C 国海軍が世界一になるってこと？C 国第3の空母003型も年内にも進水すると C 国メディアは報じているんだぜ。でも救いは空母の建造とその運用は全く異なるものなんだぜ。どういうこと？不安定で小さな甲板から艦載機を離着陸させるのは容易ではないんだぜ。空から見ると空母なんて小さい機ってほどにしか見えないって艦載機パイロットは言うんだぜ。映画とかでもすぐ近くに行くまではそう見えるね。米海軍も航空隊の編成過程で何千にも上るパイロットの命や航空機を失う犠牲を払ったんだぜ。空母を中核とする機動部隊空母打撃群の運営も容易じゃない。米国のある海軍大将はその習熟に100年以上を要したと言うんだぜ。100年か。 C 国はその取り組みを加速させているがな。5月にも遼寧が護衛する駆逐艦とともに沖縄南方で300回以上の発着艦訓練を実施していたぜ。最近のニュースよね。米海軍の退役少将で、かつて太平洋上で空母打撃群を指揮していたマーク・モンゴメリー氏は、中国海軍の出発点を考えると、超速の進歩だ、と評価しているぜ。まあ、確かにスピードはすごいわね。ただし、モンゴメリー氏は米海軍の脅威とは考えていない。せいぜい米潜水艦が標的の練習にする程度のものだ、と言ってるがな。でも実際は脅威よね。ああ、003型は8万5000トンの排水量、フルストレートデッキ、3か4個の電磁カタパルトを搭載する予定だぜ。艦載機も100機近く搭載できる可能性がある。完全な正規空母だぜ。やばい規模ね。中国海軍の目標はそこにとどまらないぜ。003型の後継艦も計画中というのが大方の見方で、原子力空母の可能性が高いな。燃料補給の必要がないから海洋進出が容易なんだぜ。C 国が原子力空母を持つなんて20年前には想像してなかったけど。 C 国海軍は40年前から計画していたんだぜ。今後、訓練を確実に山ほど積んでいくだろうな。米インド太平洋軍は、中国が25年までには4空母を抱えると見ているし、米防衛関連の情報筋は30年までに空母5隻を抱えると予測してるんだぜ。かなりの信憑性がありそうね。最終的には6から10隻に増強するというのが専門家の一致した見方で、保有空母11隻と世界最多を誇る米国を追い上げるってことだぜ。あと10から20年でそんな時代が来るって嫌だわ。
今日現在の話をすると、中国にまともに運営できている空母打撃群はないがな。遼寧はどう見ても、戦地に迎える空母ではなく、速度も遅い。3トンも改装しているかは不明だが、ドックインしてるみたいだぜ。003型空母も、完成は今年進水との噂もあるが、正式に稼働するのは、2025年以降だろうぜ。今ここにある危機までは行ってないのね。今年3月に就任した海上自衛隊の坂井良海上幕僚長も会見で、遼寧の運用能力について、発展途上だが、海上自衛隊が予想するより、もっと早くレベルを上げてくることは容易に想像がつく、と警戒しているぜ。注意しなきゃいけないね。防衛省は、その活動海域も注視しているぜ。遼寧は今月2日に沖縄本島、宮古島間を抜けて太平洋に入り、沖縄県の沖大東島から石垣島の南方を航行。台湾に近い海域にしばらく留まったんだ。C国軍は今月上旬に台湾周辺で軍事演習を実施しており、遼寧は台湾の東側からも攻撃できる能力を示したとの見方もあるんだぜ。やっぱり台湾が C国海軍の狙いなのね。いずれにせよ、今の C 国海軍の練度が低いからといって油断するのはナンセンスだ。10年かからずに猛訓練で空母打撃群を養成してくるだろうぜ。それに備えなきゃね。C 国の戦闘機輸出は相変わらず低迷してるみたいだな。どうしたのマリサ、通関統計なんて読んで。いや、C 国製品って世界でシェア上げてるだろ。まあそうね。アマゾンだって、中華製品ばっかりよ。それなのに、C 国製の武器、特に戦闘機とか戦車とかは、シェアを落としているんだぜ。そうなんだ。まあ品質はいまいちでも、安ければ買う国はいるでしょ？なかなかそうはいかないのが現実なんだ。今日は C 国の戦闘機輸出がうまくいっていないこと、それからその理由について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。2000年から2020年の統計によれば、軍用機輸出額はアメリカが996億米ドルでトップ、その次はロシアで615億米ドルなんだぜ。3位はフランスで147億ドル、4位が C 国で72億米ドルなんだ。へぇ、意外に C 国の軍用機って売れてないのね。アメリカの10分の1もないし、3位のフランスの半分くらいなのね。それに変動も大きいな。ストックホルム国際平和研究所の武器移転データベースによると、2020年の C 国の販売量は2019年に比べて半分以下だそうだ。シェアも大きく落としているんだぜ。そうなんだ。どうして C 国の軍用機輸出は低迷してるの？大きくは2つの理由だな。まずはエンジンの信頼性に欠けること。それから、C 国の戦略が世界に歓迎されていないってことだぜ。歓迎されていないって、なんとなくはわかるけど、具体的には？ボイスオブアメリカのインタビューに対し、アメリカの武器コンサルティング会社のディールグループの副社長兼航空アナリストのリチャード・アブラフィア氏はこう答えているぜ。ほうほう。世界は北京の戦闘機を望んでいない。C 国と戦略的な関係を築きたいと思っている国があまりないことだと思います。C 国は、様々な理由を用いて国際舞台で自らの進路を決定し、また、領土の外に踏み出すという明確な目標を掲げています。まあ、そう感じる人は多いよね。C 国とフィリピンの関係は、軍用機の輸出が失敗したことを示す典型的な例です。ドゥテルテ政権下のフィリピンは、アメリカへの依存度を減らし、より親中路線を目指していましたが、南シナ海における C 国とフィリピンの関係が緊迫しているため、フィリピンは C 国製の兵器を安心して購入することができませんでした、だそうだ。周辺国はそうなっちゃうよね。C 国の戦闘機輸出先の国ってどこら辺なの？中国の輸出先は、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、北朝鮮などが中心だぜ。ふむふむ。中国の武器輸出先1位はパキスタンで、C 国独立以来の最大の友好国だな。パキスタンは核保有国でテロリストをかくまっているので、基本的には欧米からは武器を調達できないんだぜ。そうなんだ。知らなかったわ。1951年に両国は外交関係を樹立した。当時イギリスから独立したばかりのパキスタンは、台湾に移転したばかりの台湾との外交関係を正式に断ち切り、代わりに C 国との外交関係を樹立した。パキスタンは世界で初めて C 国を承認した非共産主義国であり、北京政府と外交関係を確立した初のイスラム教国でもあるんだぜ。歴史的な関係の深さね。
C 国とはインドへの対抗で利害が一致してインパ戦争で支援国だったほか、ミサイル、核技術の供与、戦車と戦闘機と軍艦の共同開発など、軍事協力を幅広く行い、パキスタン初の人工衛星打ち上げや原子力発電所の建設も支援してるんだぜ。原子力施設まで支援してるのね。パキスタンは世界で5番目に人口の多い国だし、軍事力も10位くらいの国家だぜ。核兵器保有の宣言以来はロシアか C 国くらいしか武器は売ってくれないぜ。ほうほう。有名なのが JF-17 だな。C 国とパキスタンが共同開発した短座式前転向型多用途戦闘機だぜ。おう、オマージュっぷりが半端ないね。初飛行は2003年で、当初はロシア製の RD-93 エンジンが搭載されていたが、将来は C 国製エンジンに換装される見通しだぜ。C 国製エンジンは出力が低いのはともかく、耐久性がロシア製よりかなり劣っているとされているから、どうなるかはわからないぜ。そうなんだ。パキスタンは、2003年12月に C 国と購入了解覚書を交わし、最初の16機を C 国とパキスタンで8機ずつ生産することになった。2007年3月23日に最初の2機がパキスタンに到着したぜ。ほうほう。2009年には、C 国は戦術のパキスタン製機を含む42機をパキスタンに売却し、同国と共同生産を進める契約に調印した。パキスタン以外には売れてるの？環球時報の記事は、パキスタンの軍事アナリストの話として、北朝鮮やアゼルバイジャン、タンザニアなど、世界で1500機の需要があるという見通しだと伝えている。え？すごくたくさん売れるんじゃない？ところが、未だ実現していない。売れたのは、ミャンマーに8機と、ナイジェリアに3機だな。たったそれだけ？ナイジェリア政府筋の話として、飛行すると危険なので、教習用の教材として使用しているだけだと言ってるらしいぜ。めちゃくちゃじゃないの。ナイジェリアの運用能力にも問題があると思うが、以前の C 国製エンジンの寿命は、分解整備しないと数ヶ月だったと言われているから、無理はないぜ。じゃあ、第4世代戦闘機は、ほとんど売れてないってわけね。さっきのインタビューで、ディールグループのアブラフィア氏は、こうも言ってるぜ。ふむふむ。C 国の航空機が高度化すると、調達が減少するという逆の関係にある。C 国がソ連の航空機のコピーを作っていた頃は、年間数百機も作っていました。つまり、昔はスケールメリットが出せたけど、第4世代以降は、それができてないってことだぜ。そうなんだ。でも北朝鮮あたりなら、買ってくれるんじゃない？ C 国が北朝鮮に対して J10B を供与する、これは C 国国内の軍事マニアの中で、時々囁かれる噂だな。J10 は、成都航空機工業集団が開発した単発の戦闘機で、C 国空軍の主力機だぜ。2005年より運用が開始され、輸出例はないぜ。じゃあ、北朝鮮なら買うんじゃないの？北朝鮮空軍は、約2500万人の人口に対して128万人もの兵力を有し、その空軍も戦闘機約480機をはじめ、爆撃機約80機、輸送機約200機と、計700機を超える多数の作戦機を運用するからな。まあ、第二世代機が中心の国東空軍だが。なら、J10 を欲しいんじゃない？北朝鮮は、核と弾道ミサイル開発にフォーカスしすぎてお金がないんだぜ。あ、そうか。悪化する一方の米中関係から、今後の朝鮮半島情勢によっては、再び C 国が北朝鮮に軍事的協力を再開する可能性は否定できないな。北朝鮮の国籍標識をつけた J10 や JF-17 が登場するのは、あながち非現実的とも言えなくなっているのかもしれないぜ。とは言ってもまだ、売れてはいないのね。大きな問題がエンジンの信頼性だからな。今までは米国製は、元よりロシア製より大幅に劣っていたからだぜ。寿命が短いって致命的よね。ただし、最近は戦闘機用エンジンの国産化と量産に目処がついたため、第4世代戦闘機 JF-17 や J10、第5世代戦闘機 J31 などの大量生産が可能になったと報じられているぜ。ほんとかな？まあ、ウクライナ侵攻でロシアも今までのように戦闘機エンジンを輸出することが難しいから、C 国のチャンスは増えてきたとは言えるんだぜ。まあ、チャンスではあるわね。そこで C 国が今後輸出したいのが、第5世代戦闘機だ。J20 とか FC31 ね。J20 は今後最低10年は輸出しないって言ってるから、今は FC31 だな。開発元の新洋式工業集団も FC31 を今後の主力製品に位置づけ、従来のマーケティング思考を転換して、
海外のハイエンド戦闘機市場を積極的に開拓すると言ってるぜ。でも FC31 って数機しかないし、 C 国軍も買わないんでしょ。 C 国の軍事アナリストは第5世代戦闘機の国際需要は飽和とは完全に無縁で、先に供給が始まった F35A に多くの顧客が関心を示しているものの、高価な導入コストや米国が設定する制限も多いため調達できる国が限られていると言ってるぜ。それはそうだけど、ロシアも輸出向けのチェックメイトを公開したものの初飛行に至っておらず、開発が進んでいる FC31 は許容できる導入コスト、顧客に政治的な制限を設けない姿勢、完全に自立した技術体系、 C 国独自の優位性、機体と武器をセットで提供できるため海外市場で優位なポジションを占められると自画自賛だぜ。じゃあなんで売れないのって話だよね。FC31 をテコに C 国製兵器の導入国を増やせば、米国に傾いた地域の安全保障の立場を中国に傾かせることもできるため、政治的に見れば C 国にとっての FC31 は米国にとっての F35A と同じ外交ツールとみなすことができるからな。売れたらね。まあ本当に FC31 が C 国外交イコール特に安全保障面の切り札になるかどうかは同期の完成にかかっていると言えるだろうぜ。F35 のまともな相手になれるのかな？ FC31 は第5世代の分類にはようやく入る程度の性能しかないと言われているし、まだまだエンジンやアビオニクスの信頼性も低いんだぜ。なかなか簡単にはいかないだろうぜ。空母に搭載する計画もあったって聞くけど。香港紙サウスチャイナモーニングポスト紙は、軍関係筋の話として、人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会が J20 の艦載機化を支持していると報じているんだぜ。つまり FC31 の艦載機型の J35 はもうダメかもってことだぜ。じゃあ今後 C 国が第5世代の戦闘機を輸出できる可能性は低いってことね。ロシアの動向と、まともなエンジンを開発製造できるようになれば必要条件は満たせるけど、C 国自体の信用性っていう十分条件もあるからな。両方とも満たす可能性は低いってことね。ああ、第4世代の欧米戦闘機も改良は進んでいるから、そのうちに FC31 と同程度の性能が出てくる可能性も高いし、戦闘機の世代が進めば進むほど、C 国の戦闘機が売れなくなるって理論も間違ってはいないかもしれないぜ。まあ、日本としては売れずに、コストメリットが出ない方がいいけどね。今日も北朝鮮がミサイル飛ばしてきたよ。慣れっこになる自分が怖いんだぜ。ねえ、マリサ。北朝鮮って軍事力だけは高いってイメージなんだけど、その実力ってどうなの？グローバルファイアーパワーというアメリカの民間軍事調査会社によれば、世界第28位なんだぜ。まあ、陸軍はそこそこ、空海軍はお察しレベルだぜ。ただし、この調査は核戦力は評価せずに、通常戦力だけを評価してるから、その辺は注意してほしいんだぜ。なんで、北朝鮮は核爆弾とか弾道ミサイルは持ってるのに、軍事力は低いのかな？貧乏国家なのに、予算を核戦力にほぼ全力集中してるからだぜ。じゃあ、核がなければ警告の相手じゃないってこと？地上戦力は兵員数と砲撃力だけは警国より上だから、相手にならないってことはないんだぜ。それに警告の首都ソウルは国境から近いから、戦争が起こればソウルは火の海になって占領されるリスクは十分あるな。ふん。総合力は軽国が上でも短期決戦なら、北朝鮮に勝ち目が全くないわけじゃないのね。ああ、じゃあ今回は、そんな北朝鮮の空軍力についてじっくり解説するんだぜ。世界でも北朝鮮にしか運用していないレトロ航空機もあるから、ある意味面白いからな。ゆっくりしていってね。まず北朝鮮空軍の歴史から説明していくぜ。1948年に朝鮮人民軍が成立。約900人の航空関係者をモスクワに留学させて再教育を施したのがスタートと言えるな。初期はソビエト空軍仕込みなのね。1948年末にソ連軍が朝鮮半島から撤退すると約9やらボーチキン7、イリューシン10、それから日本が残したゼロ戦、ハヤブサ、五色戦などの第二次世界大戦中に開発された機体を引き継ぎ、本格的な拡張を開始したと言われているぜ。ゼロ戦とかハヤブサまで？まあ、その辺の真偽は不明だけど、目撃情報はあるらしいからなんとも言えないんだぜ。50年6月に始まった朝鮮戦争では航空機約200機を持って韓国空軍及びアメリカ空軍と対峙したんだ。ほうほう。
当時渓谷空軍は練習機等を20機程度しか持っていなかったから、航空戦力は北朝鮮が圧倒的優位だったんだぜ。北朝鮮空軍はアメリカ軍の介入もあり、8月には、保有するほとんどの航空機を失ってしまったんだ。アメリカ相手じゃ、どうしようもないわね。しかし1950年10月に C 国の人民志願軍、といっても実際は C 国軍なんだが、の参戦が始まったんだ。北朝鮮空軍は C 国内で再編成され、さらにソ連製戦闘機を供与されて立て直しを始めたぜ。C 国とソ連が後ろについたら強くなるわね。1951年12月、司令部を平壌に戻し、C 国人民志願軍空軍所属のミグ15と共に前線復帰し、国連軍の F-84 や F-86 と制空権を争い空戦を繰り広げたぜ。そうなんだ。まあ、パイロットの練度不足もあり、国連軍が航空優勢を続けたんだがな。それでも制空権を完全に取られることはなかったから善戦したとは言えるぜ。そこそこ強かったのね。休戦時点で5個航空師団を有し、戦闘機はミグ15、ヤク9、レイ11等を保有していたぜ。その後冷戦時代にはソ連と C 国からの多大な支援と供与もあって、ミグ19、J6 やミグ21、J7 などをソ連や C 国から輸入したぜ。その頃が絶頂期って感じなの？一時は練度も高く、ベトナム戦争中の1966、68年には、北ベトナムの防空任務に派遣されたぜ。26機の米軍機を撃墜する一方、14名が戦死したらしい。なかなかの強さね。しかし、1980年代以降の経済停滞による軍事力低下と物資不足に加え、ソビエト連邦の崩壊と、C 国の改革開放によって中ソからの支援は急激に減少してしまったんだ。お金もなかったって聞くしね。1980年代末に導入したミグ29を最後に、新鋭機購入は愚か訓練の燃料にもこと欠く状態になり、さらに慢性的な食料不足で指揮や整備も不足して戦闘能力は著しく低下してしまったのが現在なんだぜ。じゃあ、最新鋭機でも30年前の戦闘機ってこと？北朝鮮空軍の保有機は約1300機と言われているが、いわゆる第4世代の戦闘機はミグ29が18機あるだけだぜ。それも何機がまともに運用できるかわかったもんじゃない。え、じゃあ、ほとんど何もできないんじゃないの？第3世代のミグ23も数十機しかないから、もし空戦が始まっても、あっという間に損耗して戦力にはならないだろうな。そもそもジェット燃料がほとんどなく、訓練もままならない状況だから、空戦になるかどうかも怪しいレベルだぜ。でも、1300機もあれば、何かできるんじゃない？ほとんどはミグ17とかミグ19、ミグ21といった骨董品だぜ。驚くべきはキム・ジョンウン第一書記が2019年に飛行場を視察した際に、ミグ15の姿があったことだぜ。未だにこれが現役なのは世界で北朝鮮だけだぜ。骨董品空軍って言われるわけね。燃料どころか食料も少ないから、指揮や練度は地に落ちているだろうな。燃料不足から、年平均で数飛行時間しか飛べないと言われており、それで皮肉なことに機体寿命が長いのかもしれないぜ。あんまり笑えないね。1993年に北朝鮮空軍最大の事故が起きているんだぜ。夜間、格納庫に忍び込んだ保証が明かりの燃料にしようと航空機からジェット燃料を盗んだのだが真っ暗で出入口が見えなくなってしまった。燃料泥棒ってやばいね。そこでライターの火を灯したところ気化したジェット燃料に引火し、一気に燃え広がって大火災になったんだぜ。犠牲になった人が50人、そのうち27人が女性兵士だけで編成された通信部隊の所属だった。現場は悲惨極まりないものだったというぜ。ご冥福を祈るわ。またこの事故では、16機ものジェット戦闘機が爆発炎上したという。機種は MIG-21 とのことだぜ。そんな北朝鮮空軍は遠くてもせいぜい渓谷での活動しかできず日本を直接攻撃できる航空機は存在しないんだぜ。航空自衛隊とは空戦すら起こらないってことね。過去に C 国にずうずうしく、J10 戦闘機の無償援助を打診したものの経済制裁を理由に拒否されているぜ。無償じゃ無理よね、買えばいいんじゃない？核と弾道ミサイル開発に予算を注ぎ込んでるから、J10 のような第4世代戦闘機ですら購入する余裕は全くないんだぜ。というより北朝鮮なら J10 を多少購入しても、どのみち制空権は取れないから、まあ空軍戦力を向上させる意味はないからな。そうなんだ、ある意味合理的なのかもね。それでミサイルを日本海にどんどん撃ち込まれても困るけどな。じゃあ、渓谷空軍の足元にも及ばないってことでいいのね。渓谷空軍も第4世代や第5世代の戦闘機は少ないし、未だに F4 や F5 を使ってるくらいだけど、まあ北朝鮮相手なら、どうにでもなるだろうぜ。
北朝鮮空軍は骨董品、渓谷空軍はポンコツ、C 国空軍はコピー品なんて口の悪いネット民は言うけど、まあそれほど実態とかけ離れているわけじゃないんだぜ。まあ、航空機マニアにとっては、北朝鮮空軍は面白いかもしれないけどね。そうだな。未だに木製のアントノフに服用機を特殊部隊潜入用に大規模に保有しているくらいだからな。アントノフにって？1947年に開発された輸送機だぜ。70年前の飛行機だな。輸送機としてはヒットして世界で1万7000機生産されてるぜ。ほうほう。2020年ナゴルノカラバフ紛争において、アゼルバイジャン軍は無人機化された地対応鳥として、使用することで敵対空ミサイル陣地を炙り出しているんだぜ。最近でも飛んでいるんだ。一時期、アントノフには木製服用機だから、先天性のステルス機能があり、レーダーに映らないっていうデマがあったんだぜ。え、そんな噂があったんだ。確かに反射面積が少なく、速度も遅いからレーダーに捉えてもトラックと勘違いするケースもあったらしいから。全くの間違いじゃないけど、ちゃんと映るんだぜ。いろんな古い機体持ってるから、マニアにはたまらないかもね。2016年9月、北朝鮮のウォンサンで同国初となる国際航空ショーウォンサン国際親善航空フェスティバルが開催されて、日本人航空機マニアも多く訪れたらしいぜ。え、そんな航空ショーやる余裕があったんだ。キム・ジョンウンの肝入りだったそうだぜ。2017年にも開催する予定だったけど、結局お金がなかったんだろうな。それ以来開催されてないんだぜ。 YouTube にもアップされているから、興味があれば見るといいんだぜ。面白そうだから見てみるわ。特に観客が湧いたのは、北朝鮮で初の女性戦闘機パイロットとなった曲無編リムソル用飛行士が操るミグ21型機による曲芸飛行だったそうだぜ。女性の戦闘機パイロットなんているのね。男性には10年の兵役が課されているが、今まで対象外だった女性に対しても2019年4月から兵役が課されるようになり、女性兵士が急増しているんだぜ。え？女性まで兵役があるの？北朝鮮は2015年4月から、女性の兵役義務化を推進していた。しかし、娘を持つ親たちの抵抗に遭うなどし、実施が遅れていたんだが、男性より短い6年の兵役に服することになったんだぜ。北朝鮮に生まれなくてよかったわ。キム・ジョンウンは空軍の輸送機を自ら操縦するほどの熱心な航空マニアであり、航空機自体には強い関心を持っているようだが、今更多少のことではどうにもならない。空軍を近代化するよりも核開発、ミサイル開発にリソースを投じた方が合理的と判断しているんだろうぜ。ミサイルは何とかしてほしいよね。北朝鮮は今年はすでに23発ものミサイルを発射している。昨年はわずかに6発であったのにだぜ。ほんと、多すぎるわね。6月5日の発射については、日米合印のクアッドの首脳会談を東京で行った直後だぜ。今回のクアッドの目的は、海洋進出を始めた C 国をいかに抑えつけるかというもので、当然 C 国は面白くない。そうね。それで C 国は、クアッドの開催中に C 国とロシアの爆撃機を日本海から東シナ海まで仲良く飛ばし、日米合印4カ国を威嚇。この中に北朝鮮は入れてもらえていない。まあ飛ばす飛行機もないからな。わぶられたってわけね。北朝鮮はクアッド開催中にも3発のミサイルを発射していて、北朝鮮は C 国、ロシアと仲間であると主張をしたかったのかもしれないぜ。違う形で主張してほしいものね。まあ、北朝鮮空軍については今日の解説通り日本の脅威ではないから気にしなくてもいいんだが、弾道ミサイルについては話は別だからな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。